北京国古館壁用土の国古館とは、中国における随代以降、近代以前の最高学府、各王朝の都などにも受けられた。明夜には南京と北京の二都にも受けられた。精神部邸の276年に国古の教育機関として設置されたが、実際に教育機関として機能するのは、慶帝の293年頃のことで、当時は大城や王の学びの管轄下にあった。 教育行政官庁かつ退場などから独立した組織を持つようになったのは、北西時代に国子寺として設けられてからのことで、隋の五百九十三年に国子学六百七年に国子間と改称された。東大には、長安に国子学、大野学部、四文学、律学、書学、山学、公文館などの教育機関があり、これらを統括する、 行政機関として国庫館が設置されて、国庫採取、国庫資業以下の職員が置かれた。また、東都と称された落葉にも国庫館が設置されていた。東大にはそれぞれに入学する資格に、不祖の品会が深く関わっており、庶民は、春史になる以外に学生になることはできなかったが、壮大には、王の学ぶ四文学にまで入学可能となった。 現代には、漢民族の国古館とは別に、モンゴル人と在域出身者のために、猛古国古館、会開国士館が置かれていた。秋夜には、国古館が教育行政と実際の教育の両方を行うことになり、国古学、大野学ぶ四文学などの教育機関が国古館に一本化された。信頼には最高責任者として、 国古館管理官次大臣が置かれ、その下に、漢民族と満州族の国古採取が一名ずつ、置かれた。秋代の南京国古館は、新書には、高齢富学に改められた。新末には、太平天国の後、右予曲折を経て、両校市範学堂がこの地に置かれ、西洋風の建築物が建てられた。中華民国時代には、南京高等市範学校の園内となった。 なお、南京高等師範学校は1921年、国立東南大学となり、1928年には、国立中央大学と改められた。中華人民共和国成立後は1949年に、なお、国立南京大学と改められ、1950年からは、南京大学と称した。国古館跡地にあったのは、工学院であったが、 1952年には、全国規模の院形調整により、南京大学から分かれて、南京工学院となり、南京工学院は1988年、なお東南大学と改めて現在に至っている。元、明、新三代にわたって置かれた、北京国古館は現在、北京市東上区の国古館外にある。その建築物は、現在に至るまで残されており、 全国重点文物保護単位となっている。また、北京市の国庫管外は2010年第1回、中国歴史文化名外の一つに選定された。ありがとうございます。